えー、次ねコロナに関するお悩みの質問ですね。えーうん、学校が休みなので子供が家にいてどうしてもストレス溜まってちょっと当たってしまったり怒鳴ってしまったりすると。うん、でやっぱり、あのー、自分の時間がね、うん、主婦の方なくなってしまうと。うん、というようなね、あのー、状況ですね。もうこれも非常に <laughs> 皆さん感じているところですよね。うん、もうさっきご飯食べたのに子供はすぐお腹空すいたなんかないのみたいなね。 またみたみいな、うん、もう皆さん主婦の方ねうちの奥さんも言ってますあの「もう3食作るのがもう苦痛だ」みたいなね「うん、もうさっきご飯作ったと思ったらまたご飯作んなきゃいけないの」みたいな。 本当に早く学校始まってくれないかしらみたいなことを言ってますけど <laughs> そういうふうに感じてるねあの主婦の方たくさんいらっしゃると思うんですよね。なのでもうあのこれもねもうどうしてもどなってしまう自分に罪悪感感じるとまたそれでストレスになっちゃうのでまあそりゃストレスはたまるよねっていうふうにそんな状態の自分をまずは受け入れて許してあげるということもねあの非常に重要ですよね。うん あともストレスに対して本当にね、あの、ストレスぐらいたまるよね、もうしょうがないわよねって思う、自分にね、OK を出してあげるのと、いやもうこのストレスなんとかしなきゃなんとか発散しないともう,もうおかしくなっちゃうわって思うのだけでもね、どう捉えるのかによっても、本当にそこからのストレスというのも変わってくるので、まあしゃあないよね、こんな状態だから、私よく頑張ってるわねっていうふうに、まあ自分の状況を認めたり、褒めてあげたりっていうのも非常に重要ですよね。うん あとは、あの、自分の時間なかなか持てないっていうの、本当にあると思います。特にね、お子さんがちっちゃいと、ずっとこう、べったりくっついてるから、とかね。うん。ただ、あの、これもね、一つの、あの、いい、なんでしょうね、アプローチというかね。うん。あの、すごい忙しい、あの、生活をしている方でも、なんかちゃんと自分の時間を設定できている方も中にはいらっしゃるんですよね。 うん、なのでもしかするとそれができてないということはちょっとねあのお子さんに対してしつけとか、うん、なんかこう自立心とかね、うん、それを逆にちょっと植えつける今チャンスかもしれないですしね。うん、なのでいかにこのね今置かれてる状況であの一時ベストセラーになった本でね置か,れる、うん、置かれてる場所で置かれた場所で咲きなさいか。うん という本があったんですけどまさに今のこの状況でストレスフルな状況だから何かそれを改善するためのアイデアないかなとかうんやっぱりね今までと違うようなあの思考とかねあの働き方もそうだしライフスタイルが求められるタイミングだしそういうシフトチェンジする こことだとだ思うんんでですよののコロナのタイミングってね、うん、なんでもしかすると自分一人だけでいつもねあの家事とか育児頑張ってて旦那さんが全然協力してくれてないとかっていうんであればあのこれを機にねもうしっかりと自分の意思を旦那さんに伝えてちょっと手伝ってほしいっていうふうにね、うん、ちゃんと話す機会を設けるっていうようなことが一つの今後のね転換、あのー、のチャンスかもしれないし。 何かそこに対してやっぱり自分一人でやんなきゃとかなんかそういうこと言いにくいっていうブロックが働いてるんであればそれもね自分の中にあるあの心のブレーキとか価値観を知るねいいきっかけだったりしますので、うん、なのでそんな風にねよりね、えー、今後の自分のライフスタイルとか人生をより良い方向に進めるための一つの過渡期なんだっていう捉え方 うん、していただけると何か思いもよらないアイデアが出てきたりとかねするかもしれませんので、うん、あのそんなね意識をぜひ持ってちょっとねやっぱりあの心にゆとりを持ちながらね対応していただきたいなと思います。